杉田に寄っていきましょうか。宮殿あと何メートルか書いてないの。書いてないね。そんなに遠くはないやろ。はい、歩いていけるやろ。行ってみましょう。ああ、去年雨の中歩いた子はずぶ濡れになってね。5月ぐらいだったかな、去年の。あれは誰やったっけ。ああ、はいはい、光月の作者の方やね、作家の方や。あの人は咲子さんやったかね。咲子さんの動画見てからまあいろいろ回ってたけど、ここはマライシですわ。マライシね。はい、あの向こうに行かなきゃな。向こうの宮跡にちょっと行ってみましょう。結構あるねこれ。思い出した思い出した。あの上展望台まで上がったんや。もう雨の中を歩き出したら止まらへんからね。まあ今日もちょっとね、歩き出したら止まらへんの。こんなことになってんだけど、宮殿跡やからいろいろ柱の跡とか柱の礎石とかあんのかな。なんかそんなこと言ってなかったかな。そんなこと作るようなこと。あそこ岩戸さやったな。そんな今開いてんのかな。ずーっと長いこと閉まってたけどね。車が止まってるから開いてるかもしれんな。あ、あれ上車上がったことあるな。あそここれを上がったんだな。これをずーっと上がっていくと、あの展望台上がっていくんだよ。ああ大変なんだね。雨の中上がった記憶ありますわ。これは桃かね、梅かね、桃かな。桃、あっくりなかなかね、ええのがあるね、あそこに。これなかなかいいね、古墳の形してますけどね。あれこそね、ピラミッド型の古墳みたいでしょうね。けど違うんかね。ね、清瀬橋、この下がね飛鳥川でございます。飛鳥川で こんなんやったっけ。なんか夏来るとね、なんかいっぱいね草だらけで、ね、川が見えぐらいやったね。水が見えとるかな今日。あ、着きました。宮跡なんかあんのかね。宮跡言うけど何にもなんかなさそうだけどね、これ。工事の方は何か言ってたけどね、なんか作るようなこと言ってなかったっけ。これは見に来てもさっぱりやね、これは。飛鳥川。誰の歌か分からんけど、何て書いてあるの。あれが見えないけど、跡が、ここは跡ですか。あれ、何にも見えないね。あ、ここにある。ここにあるんやけど。宮殿跡。現在地、ここ。これは653年。大化の改新後。南部から飛鳥に戻ってきた時に一時的に井戸なんだ飛鳥川現在地ここやけど、さっぱりのわからんやん。なんかこれこれこれ何にもないから残念でございました。うん、あとはあとやけど、なんかさっぱりわからんねこれは。はい、何もありません。何も残念でございました。後でございました。本当の後。はい、後。ああ、あれいいね、あれ。あれ登ってみたいなやつかな。あれは古墳みたいでしゃあないんだけど、ピラミッド型古墳。はい、残念でした。いやー、まだ木をいっぱい切って。これ。
わったわた来てあるので、いやー綺麗な桃ですよ。え、あれ去年も上がったんだけどね、こんなんやったっけ。いややっぱり木を切ってはる、これこんな見えるやつ上がらへんもんなこんな急激に上がる、坂やと思ってなかったから上がっていったんだけど、いやーみんな切ってやるさ、ここもここもこっちも。じゃあこっちから帰りましょうか。もうここもあれだ、もう雨の時あれだね、ここね、なんか犬に吠えられたけど、その辺で今日は暑いね、17、18度あるんかね。これヒノキやけど、これ伐採しないからね、これ早く伐採しないともうバタバタ倒れますよ、これね。うわ、大きな石が、こんな石があるけど、ここに古墳があったんじゃなかろうな。こんな感じじゃないか、ここ違うか、飛鳥川、お水きれいだね。いやー水はきれいやけど、ゴミだらけになってるね。なんだろうな、このゴミ、ゴミを川に掘らんといてや。もうなんや、川がいっぱいや、きれいな水やからね、余計目立つやん。いや、ここにも川ある、あるわ、そこに川が、あかんか、この辺で犬吠えたんやけどな、この前な、今日吠えへんな。あれが冬の川だからね。冬の川、明日は合流地点でございます。なかないね、銀河市。ほら、冬の川と明日川の合流地点でございます。石舞台古墳まであと400メートルか。はい、ここ冬の川。これは飛鳥川ね。で、こっちが冬の川でございます。かといって水量が増えてもないな、あんまりな。あんまり変わらんか。だけどこっちから流れてくるのが少ないんだろう。あら、冬の川ほとんど水がないやがね、これ。そろって流れてないの、冬の川ね。飛鳥公園にやってきました。もうちょっとでございます。石舞台地区開放、ああこの休憩所で雨の中でちょっとね、休憩したい、記憶残ってるわ。石舞台古墳、あ、見えんの、あ、見えるか、そうか、ちょろっと見えへんのかいね。昔はずっと入れたらしいけどね、なんでよく見えたらしいけど、今見えへんねタコしてあるから、はい、ここから上がりましょうか。ちょっと休憩、休憩、休憩だよ。